タイトルはね、俺のおっさんの話っていう感じなんだけどさ。お、いいじゃん、ほのぼのじゃん、俺のおっさんの話。ですね、韓国ドラマかな、ネットフリックスオリジナルの、うん、誰もいない森の奥で木は音もなく倒れるっていうタイトルのがあるんだよ。ちょっと調べてみよう。誰も、あ、すごいじゃん。これもうスマホが俺の話聞いてる、俺の話っていうかもうスマホが拾ってる、これ。で、拾ってるよ、だから、うん、誰だけでもう来てるよ。お、すごいね。世の中の検索がそれなんだわ。今世の中誰第5位がこのタイトル。あ、そうなんだ。ザ・フロッグ人気だから前に出てきたと思うんだけど、今見てるんだけど、うん、2話目か3話目ぐらいで、その映画の中で3つ4つのストーリーがこう同時に流れてるの。この人とこの人のストーリー、またその別でこんなところでこんなストーリー、殺人とか事件とかみたいなのこうくるくる回ってくるんだけど、そのある一個のところで、そのなんか主人公的なおっさんが貸別荘やってるんだけど、その貸別荘に若い女と小さい子供を連れたやつが泊まりに来たのね。なんか怪しんでたんだけど、帰る日にその男の子がいなくて一人で女が帰ってたの。行きは一緒に来たの。帰りは女一人で帰った。で、いつの間にか帰ってて、その貸した部屋にお金だけ置いてあるの。で、見たら、浴槽に漂白剤の匂いがして、レコード盤の 裏が血がついてたの。で、その別荘のオーナーは、あの女、あの子殺したんだと思ったのね。わかんないけど、どうやらなんか悪いことをして、悪い女なんで、まあ結局は悪い女なんだけど、1年後、その女がまた来たの、その貸別荘に。おで、あの女だって言ったらさ、あの一緒に来てた男の子どうしたのとかさ、普通に聞けばいいじゃん。まあそうね。でもなんか聞かずに、勝手に自分の殺人女だみたいな感じで、なんかその女のパソコンを物色したり、部屋を物色したりして、証拠を勝手に集めようとするの。でね、やっとごめんね、やっと最後のおっさんなんだけど、俺のおっさん的な部分なんだけど、おっさんが発動したの。おお、聞けばいいじゃんと思って。もうそれがイライラして、もう3日ぐらい放置したの。もう聞けば終わりじゃんって。無理もう無理、もうこれ見れない。だってもう聞けばいいんだもん、あの子どうしたのって。お前何したの、風呂の漂白剤の匂いはあれは何って聞けばいいのに、聞かないで、変なやつが来た。あいつ危ない。いや、聞けよ。それがなぜおっさんかっていうところは俺ちょっと分からなくて。だってそんなんみんな無視して見るんだろ。で、待って待って、俺もおっさんなのに、俺そのおっさんが実は発動しないの。なんで聞けよって思わない。俺がもしね、そのオーナーだとするでしょ。やっぱここがさ、やっぱり一つの糖質が作動する、糖質だからやっぱり考えてるから、もうすでに持ってるわけでしょ。あいつそういえばこの間あったよね、子供を連れてたよね、で、であんなことあったよねのやつがまた1年後来たんだよね。下手にこっちから、あの時お子さんはって言ったら、やられるじゃん、こっちも。知ってるってことじゃん。だから、こっちはやっぱ、こっちのそれは知られちゃまずいみたいなのあるじゃんっていう。なるほど。あれ、これもう大丈夫。おじさんのそういうの、納得したってなる。でも、ね、それがね、笑顔で来るわけ。その、イカれた女だから、その、イカれてる女役だから、やばいことをしたのを疑ってるかもしれない。おっさんのペンションにさ、もう一回来るなんて行かれてるじゃん。はい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 。だから笑顔できてるわけ。だったらさ、そのテンションにわざと乗っかって聞けるそうじゃん。わかるわかるわかる。わかるよ、わかるよね、この感じ。わかる。なんか欧米人を入れたら頭でそれできたわ、今ロールプレイング。欧米系のやつだったらノリで、おお、この間のあのお子さんどうしたのみたいな感じ、明るく聞く。そうそう。日常会話に織り込んでみたいな聞く。で、向こうがギロってきたときに、いや違う、勘違いだ、あれは別の人だとかってあったらいいのね。で、言ってその後やばいって焦ればいいわけじゃん。なのになんかもう来たときに相手はなんか普通に今年の夏も来たよみたいなテンションでいるのにそれさ、やっぱ
アジア人なんじゃない、それってやっぱり。いや、韓国人だからね。そうそう、そのアジア的な感覚なんじゃない、コミュニケーションの下手さ。ああ、そういうこと。欧米人は、お、去年も来たよね、子供はどうだったみたいな、軽やかなノリってあるじゃん。そうそうそう。で、それがなくて、アジア人は、もう勝手に考えて、うわーみたいな、ハリウッド映画って、その描写やらなそうじゃん。なんかハリウッド映画で聞けよっていうのない、今考えたらないんですよ。でもハリウッド映画だったら絶対それでオーナーが、ウィル・スミスでもいいや、ウィル・スミスとかがさ、を去年のあの子はどうしたのみたいなことうっかり言ったときに、変な空気になるから、いや、まあ、いろんなことはまああるよね、みたいな感じでこう終わらせてから疑うみたいな。なんか、坊やは大きくなったかいとか言ってさ、で、あいつの犯人もさ、適当にさ、大きくなって、もうついてこなくなっちゃったりとか言って、かわしてさ。そう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 。でもそこずっともう引っかかってて聞けやと思って、でもう1、2話進んだら、うん、もうそれも意味わかんねえんだけど、でいよいよそのおっさんが私のことを怪しんでるってことにもう気づき始めた、その女もね、女がバレてるぞおっさんにと。そうでね、その女がこう言ったの、聞きたいことがあるなら質問すればいいのよって。それ僕が言ってるんですけど、それ、あ、新しいと思ったら、それお前が言うんだって、それ視聴者である俺が一番最初に思ったんだけどって。合ってるんじゃない、なんか制作ビートそこじゃない、そうそう、だから俺思った、あ、これ俺が思ったことをさ、ある意味主役に言わせてるわと思って。すげえじゃん、合ってるじゃん、ぴったりハマってる人じゃん、その作者の意図に。でもなんかそれがその俺の気持ちとの何時間後に言うんじゃなくて、もうさ最初から言えばいいのに、なんか聞けばいいのに、なんでなんか親父もなんかその開き直ってこう率直に聞いて、うんうんうん、結局危害を加えられるんだけど、まあ死んではないんだけど、契約の気持ちで見たのになんかすげえ変な、ああもう俺の契約書なくなっちゃったの、完全にもう真剣に向き合っちゃったよと思ってさ、真剣になっただけバカ見てさ、その Amazon プライムで何見ようか問題で結局見ない話あるじゃない、うんうん、でこの間妻がこれ見たいんだとか言ってジャパニーズホラーを見たのよ。それがね、来るっていうタイトルなの。全く分かんないけど、分かんないじゃん。で来るっていうタイトルで出てんのが、あの V6 の岡田っているよね。あ、そんなちゃんとした人が出てんの。そう、あと誰だったっけな、あとあんまちょっと覚えてないんだよな。で、あとね、この人誰って言ったら、俳優の、今の俳優、もう今の俳優って言ったら誰ですか？いる、いっぱいいる。そいつの奥さんってまた遠いんだけど。あー、菅田将暉の。あ、おすごい。名前出てこない。はずいな、こういうの出てこないのも若い。恥ずかないでしょ、全然恥ずかないでしょ。俺なんか全く菅田将暉出てないんだから、俺なんか。顔は出るよ、菅田将暉の奥さん。ホラー映画なのね。そんなのさ、はっきり言ってさ、俺、もう絶対見ないよね。うん、見る理由なんかないのね、うん。けど、そのうちの奥さんが見るって言うから、うん、見るわけだよ、隣で。やっぱそんなの一個見るだけでも、俺の中にふつふつといろんな理由が浮かぶわけよ。そのね、その作品がまず俺何年かっての結構気にするわけよ。うん、それがね、2018年なの。あ、結構前なんだ。すごくめんどくさくて、っていうのは、つまり2018年っていうのは、コロナ前なのね。うん。だからその、この6年って結構社会が大きく変わってるから、で、いろいろめんどくさいの。なんか、イクメンっていうことをやたら言ってんの。ああ。妻夫木聡が、おお、そう。旦那みたいなんで、イクメンっていうことで、イクメンブログとか書いて、イクメン友達と会ってシャツにイクメンって書いてあったりすんの。でね、それが2018年だからめんどくさいの。なんで？今だったら、あ、これはイクメンをバカにしてるんだってわかるじゃない。あー、なるほどね。6年前ってイクメンちょうどなんかまだそうじゃなくねみたいな。バカにしてないんじゃない？この作品はいつ書かれたのかっていうことを認識しないと、そのイクメンの描き方がわからない。今見たら突っ込んじゃうけど、うん、そう、今の感覚だから、今2024年の俺だから、うん、っていうのがあって、うわぁ、めんどくて、イクメンどっちだろうな、6年前ってどんなだっけなって6年前に思いを馳せてさあとはやたらと誇張して出てくるタバコのシーンとか、
今は絶対ないの、今絶対この場はないって思うのに、あれ待って6年前ってコロナ前でしょ、ギリあったっけみたいなのが分かんないのよ。うーん、その公園で吸ってん時にちゃんとここ公園だからやめてくださいって突っ込まれるシーンがあるんだけど、でも違う今の公園は公園だからやめてくださいとか言われるやつすらご法度みたいなそのタバコを公園で吸っていいが6年前のなんかあはいたまにいるけどな感じなのに、今は2024年は違う、もうマジタバコ吸うやつ公園にいないっていう、うん、見ないね。とかあと喫茶店でタバコ吸うシーンもあるのね。ないよね今ね。今ないじゃん。でも多分コロナ前の6年前はあるんだよ。あーなるほどね。だからなとかなんかそのやたらとその映画は監督のそういう趣味か分かんないけど、なんか都会に暮らすドブネズミみたいな男と女がタバコを血だらけで寄り添って吸うみたいなのがあるんだけど、それもさ、あれ待って6年前ってそうだっけみたいな、6年前の世界観みたいな6年前ってドブネズミいたっけそうあれ2024年だから俺はこれ入ってこなくて、6年前だとこういうファッションのいかにも東京をサバイブしてますみたいなドブネズミみたいな男女のカップルが寄り添いながらベンチでタバコ吸うんだっけみたいな、ずっと聞いてたけど、ドブネズミ見ててどんなやつだよ。本当なんかダメージジーンズとガラシャツとタトゥーしてる女とみてえな、なんか あれドブネズミっていうの、あれ来るスペースドブネズミって出てこねえよ